まずはラジオネーム、緑のケロリさんからいただきました。京葉線や東京モノレールなど、臨海部を走っている電車に乗ると、ここに大地震や津波が来たらどうやって逃げたらよいのか考えてしまうことがあります。わ、はいはあ、かりますね。何か対策は練られているのでしょうか。とそれからラジオネーム、え川越市の時の金次郎さんですね、51歳。 地震関連の本を読むと都内ゼロメートル地帯は水没する可能性が高いと書いてありますがこのような地域での対策は立ててられているんでしょうか、はいまあ、東京直下やトラフこれが想定されている中での東京はどうなんだという議論なんですが、はい、山田さんいかかがですかまず、ね、東京の場合は、えー、っとそういうめったに起きない、えー、津波よりもまずね あの台風に伴う高潮対策の堤防のが決まってるんですよ、はいで、それは5メーター、えっと、30ぐらいでしたかね、5メーター30ぐらいの高さの堤防で、その高潮が来るとろは守りましょうとなってんです、えーで、今度の津波を経験して、もう一度津波を計算してみたら。 全部その5メータータ以下だったんですよ、はい、だから、高潮対策でいいだろうということになってます、はい、ただ、問題は、水の高さだけの話ですから、地震で、でね、地震で堤防が壊れちゃったらね。 ああいくら高い堤防を作っても、ね、壊れちゃったら終わりなんです、はい、で特に江戸川区とか、えー、葛飾区、足立区、江東区のような底平地、はい、普段でもあの平均階あの東京湾より低いところに土地があるところここはもう本当に大変です、えー、これは、えー、っと名古屋の、ね、伊勢湾のところ大阪湾、この三大底平地と言いますけども、はいこれ、ここにね、数百万の人が住んでますのでね。はい ここをちょっとどう守るかっていうのはね、大変な問題です、その波の高さでは今の高,高潮堤で持ってますけども、えー、地震で持つという保証は何もないあのもう一つちょっと伺いたいんですけど、台風の高潮と津波って、まったく違うんですあの、津波っていうのはまあ押し寄せる、水そのものがやってくるんだけど、ね、高潮っていうのは。あの 巨大な低気圧である台風、気圧が低いですから、ええ、周りから水をせ寄せ集めてしまうんですね、はい、で東京湾の一番奥にあるところは、どん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 東京湾、太平洋側から水集められて、ええ、今の江戸川区とかと、まあ、東京港とか、あの辺が一番高潮の高さが高くなってしまう。はい、それでもあの それで設計してるんです。5メーター30ぐらいだと思います。10から30だったと思いますけど。高潮対策で津波の勢いというのはカバーできるんでしょうかそれは高さ的にはカバーできます。高潮と高波は全然違いますね。台風が、普段の台風で来る、ザパーンと来る津波は高波です。高潮っていうのは台風によって水が吹き寄せられたり、吸い上げられたりして海面が高くなる現象。だから現象の形としては高潮と津波はよく似ている。 ですよね、はい。それに対応できるということなんですね。あの一定の規模まではで、ね。高さだけで。たださっきおっしゃっていただいたように、あの津波の場合は地震に伴うものなので、うん、その前の地震にしっかり対応できるかどうかというのが、ううね、まあ、 問題だということですよね、はいまあ、いろいろ対策やってますよ、はい、だけど、完全に持つかって言われたら、れこ,れこれだっても本当に、ね、不確定性ありますから、ね、えー、そここ難しいところなんです他にもいろいろ質問来てるんですけれども、今後の対策として、山田さん、例えば東京だったり、あるいはトラフ南海だったりですね、うん、必要なものあると思うんですよ、で中には例えば津波避難タワーとかを整備して、うん、避難場所をもっと増やそうという議論もあったりするんですけれども、これについてどうなのか、そして本当に必要な対策、他にどういったものがあるのか、いかでスーパーパがでというのが ね、あの一時的な避難場所になりうる高台としてね、一番必要なのが、低平地に必要なのは高台、でそれで<台>とりあえず、うん、あのすぐ横に例えば荒川があったりね、江戸川があったりしますでしょ、はい、あそこの浚渫しなきゃいかんんですよだ、だいぶ泥が溜まってるので、えー、あの泥を持っていけばね。 高台にできるんですよ、はい、だけどス、スーパー、そういう意味、スーパー堤防だったんですよ、はい、ところがみんな誤解しちゃって、無駄な公共事業っていうんで、どなたさんかが一瞬のうちに潰しちゃったんですよ、はい、科学的、技術的な議論、まんにもしないまま、これが一番怖いんですよ、えー、で江戸川区なんかでも、えー、高台を作ろうと、別にスーパー堤防じゃなくて、公園を高くしようとかね、はい、そういう、あります、だけど、そ遊六67万人住んでもらいますけどね。えー ちょっとした高台作ったって、50万人分ぐらいは全然足りないんです、これがもう大変な問題なんですよ、ね、えー、だ皆さんあの、荒川だって江戸川区行ってみてください、高いビルなんて何もないんですよ、あそこ、荒川、ね、荒川越えて千葉側に行ってみてください、高いビルなんて何もありませんから、うん、じゃあどうやって逃げるのかというんで、あれやこれや提案してるんだけど、ようやく皆さん、少しずつ分かってくれたのかなという気がします。えー その地域で実現可能なオプションがどれかっていうことを、その都度考えだから高くせえいいというわけだけでもないわけですよね。絶対、ねねま、数全然足りませんよ、そんな高くしたって。かな作ろう50万人分を、 <laughs> 全部こう高いところにっていうふうに想定すると大変なことですす、ね、大変なことです、まあ、あの結局、津波から避難しやすい町を作っていくということになりますね、はい、まあこれ、都市部とそうでないところで <laughs> あのいろいろ事情が変わってくる、東京なんかの中密な都市は非常に難しいところありますけれども、えー、でもこれもやっぱりあの方法は一つではなくて、いろんなものをあの合わせて使っていくということでしょうね、まずはその既存のビル等で十分な高さがあるものを避難ビルとして指定していく。これれもマンンション等で利用が認められないとかそういった たそういった問題もありますから、はい、例えばその外階段だけを別途増設する補助金を出すとかですね、えー、そういった助成をやってるところもありますそれからあの、まあ、避難タワーっていうのがよくやわれるんですが、えー、私は避難タワーはあまりあの肯定的ではないんです。えー、というのは、あの避難タワー、非常にあの要望は強いんですけれども、えー、あれは本当にその津波の来るその瞬間にしか役に立たない、はい、しかもその海岸付近にああいうあの鉄というか、金属の構造物を作るわけですから、あの将来に 渡ってのメンテナンスは非常にあの経費がかかってくる、ねた、建てる時にお金をかければいいというだけではないんですよね、うん、ですのであの、今、私まあ今私も静岡県の袋井市というところがあのほぼ発祥と言っていいんですけれども、えー、命山というあの考え方があって、盛<山>、はい、森土なんですけれどもね、その江戸時代に高潮対策であの土を持って、避難用のまあ小さい山を作ったんですね、それにヒントを得て、津波対策でも避難のための盛り土を建設して、あの この12月に完成したんですけれども、はい、あの土地が確保できるところであれば、そういう盛り土型の構造物の方が、これ、作るときは多少お金かかりますけれども、えー、あの長期的なメンテナンスを考えると非常に有利でしょうね、はい、また実際、タワーに比べても、収容する人員あたりの単価は、明らかに盛り土の方が安いというような方もありますから、もちろんその地形的に山が迫っているところであれば、まずはその上がり登れるような階段を作る、あるいはその道を作る、そういうのが優先になります。えー、だから 全てタワーがあの一番いいということではなくて、はい、その場所に応じたですねいろんな対策を具体的に考えていく、これが非常に重要になっていくでしょうね、うん、被害の想定、現れる方も、これまた地域ごとに違いますからね、そ,うですねその地域ごとの合意を、今言ったオプションがどういったものが可能なのか、まずは、ね、それぞれがメニュー化しながらやっていくということが、出発しなくてはいけないということですかね。はい